DJ フレッシャー。ねえ、俺は今日なぜスポットライトを取りに来てる。この思いだけ誰にも負けないからさ、みんな見てんだろ、クソガキが TK さん倒してスポットライトへ行くところ、間違いなくな、俺もやりに来てる。この思いだけはあるんだよな。ここで負けたこいつは立場だし、ハロー3代目モンスターの恥さらし。恥さらしじゃなく立ち話、こちらはガスタでもっと学び、お前に勝って俺もしたい高笑い。ふざけてるガキは俺売りにしない。15の時からマイク握ってた。でも俺はみんなが平行だと思ってた。つまりこのステージ立てば東京調子と余裕気なる。はじめましてだぜ。いや、はじめまして間違いないけど、俺相手ただの早口で勝てるかどうかを教えてやるぜ。ただの早口落とせてたら楽に首元スパッと切った良いご飯浜口。俺のやり方間違いなく今日スポットライトかける取りに来てるからさ、弱い自分に今日は打ち勝つ。司会も言うぜ勝者行きだね。弱い自分に打ち勝つ。そのためにやっぱ俺はこうやって口出す。口数は多い方だけど勝利は遠い方。俺は全然考えてないの、プランが勝利法。弱い自分自身の調味料、コンディションはパチク。決めて